ヒトノーラン達成の瞬間です。ヒーローのチャンプと東野のラそれでは以上に伺います。放送席、そしてホークスファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーローは見事ノーヒトノーランを達成されました東野真人投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。大きな拍手の中、立ち上がりだった今の気持ちからまず聞かせてください。疲れました。こんな気持ちのいい疲れは、久しぶりです。3年前に千賀投手が達成して以来の球団としては達成できました。これについてどうでしょうか。まさか、自分ができるとは、思ってもなかったですし、もうはい、なんかまだ信じられないです。今日の投球についても振り返っていきたいんですけれども、あの序盤から本当にストライク先行で打者を打ち取っていけました。今日どんな意識で試合に入ったんでしょうか。あのストライク先行で、どんどん行って、打線もすごい調子がいいので、いい形で攻撃につな、げていこうと、そういう思いで、前に上がってました。カットボール、シンカー、バッターから空振りも取れていましたし、あのほとんど相手にバッティングをさせませんでした。今日のピッチング、手応えとしてはどんな風に感じていたんでしょうか。そうですね、思ったよりも、変化球が操りづらかなと思いますし、要所要所でまっすぐも、しっかり投げれてたので、まあ、それが良かったのかなと思います。6回までまず59球ノーヒットというピッチングが続いていました。ご自身としてはどのあたりから意識し始めたんでしょうか。最終回ですね、はい、その中で最後の金子選手のあたりちょっとヒヤッとするあたりだったかもしれませんがアウトになった瞬間はどうでしたか。いや、自分のところに打球が飛んできたんで、取れなかった時にあやってしまったと思ったんですけど、いいもんね、うまいところアウトに処理してくれたのでほっとしました、はい、終わってみれば97球フォアボールわずか2つ、ダブルプレーもありましたので結局打者27人ということになりました。それはどうでしょうか。いや、あんまり意識してなかったので、本当に最終回マウンド立つ時にこれまでないぐらい緊張したぐらいでそれ以外はあまりそういう意識はなかったです。すごい。最終回は観客の皆さんの拍手が大きくなって、で雰囲気も少し異様な感じになっていましたが、そのあたりバウンドではどう感じてましたか。7回ぐらいからですかね、はい、ちょっとずつなんかこう拍手が大きくなっていったのかなあ、なんとなくこう意識したくなかったんですけど、はい、おかげでじわじわ、はい、実感しながら投げるのが見えてます。見たか現地の仲間や監督コーチからはどんなことをかけられたんでしょうか。これ誰なの。いや、もうベンチの何でもしない全然声かけてたぶんめちゃくちゃ意識して流れを変えたくなかったなと思うんですけど、そういう気配りもありがたいなと思いながら、ちょっとこう余計に緊張しながら初めての経験でした。どうでしょう、ノーヒットノーランというのはご自身の中でも野球人生の中でも初めてになるんでしょうか。2回目ですね、はい、まあ、でもプロ入ってなかなかね、監督とか担当とかももともとやっていきたいなと思いますし、プロ野球の世界で、こういうピッチングができて本当に良かったです。今シーズン開幕前には5年ぶりの2桁勝利への思いも口にされていました。今日のピッチングは今後にどうつなげていきたいですか。まだまだ、序盤なので、ここからま
またね、熱い戦いが、いっぱいあるので、そこでしっかり自分の仕事ができるように、また、まあ、今から次の試合に向けて挑戦していきたいと思います。ファンの皆さんに向けて最後にメッセージをお願いいたします。はい、今日はルーキーの子も、球場に足を運んで実際に生観戦しているというところ で、 そ、 そ、 でその中で、こういうピッチングができて嬉しく思いますし、それ以上に、今日足を運んでいただいた、ファンの皆さんの前でこういうピッチングができて、本当に良かったと思います。また次の試合もまだまだありますので、球場に足を運んで応援よろしくお願いします。ありがとうございました。場内を一周してまいります。